はい、今回の本はこちら、なぜ脳は神を作ったのかという一冊です。実は何回目かの再読になるんですけれども、まだまだとても理解できたとは言えない、僕にとってはやや難しめの本なんですが、この本はさまざまな、理論や哲学や科学的な知識をもとに、なぜ人間は神という概念を創造したのか、そして神はいないということを存在するための一冊ということになっています。とても刺激にあふれた知的好奇心が満足できる、満足させてもらえる一冊ではあるんですけれども、この本では結局どういうことを言っているかと言いますと、今のさまざまな価値観や常識というものに人間は洗脳されていると。そしてその人が作った常識や価値観ではなく、自分の価値観で生きるためにさまざまな価値観、洗脳からは脱出しようということを述べている一冊になっておりますので、ご興味のある方は実際に読んでいただいて、どのような感じに人間は洗脳されているのか、そしてどういうふうに脱出していけばいいのかということを学んでみるのもとても面白いと思います。以上です。